第1レース、L 級ガールズ、はい、5センチ、G1 と違ってポイント制になってますので、まあ、着狙いではない戦い方してくるかなっていうのは、まあ、一番人気はやっぱ坂口風花になってますね、あ今回ね、まあ、これ1個僕考えてるのは、この坂口風花頭のマーク勢、マーク勢とマーク勢2着、2着マーク勢、柳、石井博子3着後で、まあ、あとはみのり、6番みのりが頭。はいで、みのり、やっぱり前回なんかダメだったんだけど、そのコメント見たら、なんかそのもうちょっと前回ダメだったやつはもう試してやってたんで、もうちょっと捨てます、これ全部って。ちょっと前回ダメでしたの。穴はみのりさんですか？一個情報入りまして、柳、はい。サマーナイト、ちょっと苦手。え、なんで？その箱立てが苦手なの？いや、わかんないけど、サマーナイトなんか夏の感じがちょっと苦手らしくて、やっぱ福井、寒いところだし。ちょっとあんま良くないっていう情報をちょっとある裏ルートから聞きましたなんでそれを考えたらちょっと1どうかなっていうのがちょっと今心配。いやただちょっと俺は柳信じたいんだよ、ね、そうだね。この前写真も撮ってもらったし、あそうだね。一旦こちら、まあ、本線これね、一旦本線、はい、はい、これピロコがスタート取ってくれないと成り立たないんですけど、頭先頭で4走ってって、でそのまま田口優香ちゃんまくってって、それに合わせて刺すついていくか刺すかっていう感じですね、うん、でもやっぱ前回のねちょっと G1 見て、やっぱ田口優香のこの強い者同士になると、うん、で出が遅れて、いやそうなんだよね。これはまだ経験値ちょっと足りないんじゃないかなっていうのをかなりご安心してまして、はい、3頭の27戦マーク勢、はいはい、マーク勢ね、マーク勢がマークするととここに言ってた緑の6134、坂口風花の3頭の462で3着は全かな、全だなこれはい、僕もうちょっと坂口風花頭外します。あら141341346、いいんじゃない、とりあえず4着に、あ3着に6を修正してくるんじゃないかな。ピロコは修正してくるんじゃない。俺はもう絶対買いますから、ピロコさん、俺はもう絶対何買ってアナギュー、あ乗ってくれたな、みのり僕頭の357134571番でかいので12万ぐらい結構広げた今結構広げたな、穴はね広げたからいいのよでもこの中だと近況やっぱ警戒されるのは坂口風花、やっぱそれでね前でこう決まっちゃうっていう、いや全然ある全然ある。6342みのりはねいいと思うよ、みのりはなんだね、俺はいい治療、みのり357いやー、村田さんのちょっとマーク初めて見ました、そしたら、はい、あ、本当、うん、多分基本もうまく見たからさ、でやっぱ上位クラスになると思う、うん、そうなっちゃう、ね、そうなっちゃうね、やっぱ3000なんだな、そうしたらやっぱそこの戦いから耐えれる人強かったよね。そうだね、そう、確かに確かにさ、緑飛んでこい、緑飛んでこい、誰か今コメントした、357来てくださいこうやって同じこと言ってるよ。あーあー、勉強してる、勉強してるわ、勉強してるわ。三号になっちゃう。いや、三号なるね、これ。三号だな。いやいや、三号もんじゃないな。五じゃん。いや、ええマジで。やばい。そらない。いや、さ。これさ、これさ、これさ。広がさ。柳頑張れ。四センチ。素晴らしい。ボックスだったかー、もう。いや、いつなんよ、ボックスで。まあ。2550円。まあ、これはもう石井博子ベースですね、完全に。うん、もう、スタートで取っても。でも、これやっぱ、みのりさんは、これ、坂口風花より先に仕掛けなきゃいけなかった。そういうこと、マジで。先に仕掛けたら、これ、5が離れてるから、普通に36になってたわけよ。そしたら、64とかになってた可能性もあるね。ヒロコの勝ちパターンでしたね、これ。そっか、展開向いちゃったか、ヒロコと柳の勝ちパターン完全に、うん、駆けつけてみせるから